こんにちは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄の方から LINE のお友達を募集してます。YouTube では話さないような深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。では今日はですね、また会いたくなる男性の決め台詞というお話をさせていただきたいと思います。でやっぱりね、好きな女性にはどんな男性もこう嫌顔なしにね、優しくなっちゃうと思うんですよね。で女性って結構感情をね、表に表すのが上手い女性が多かったりするので、そんな時にね、まるまるくんって優しいねとかって言ってくれる時ってあると思うんですよね。そういう時に特別感を出してあげたいんです。出してあげてほしいんですね。あなたが特別だから優しくしているんだよっていう決め台詞をね、一言言ってもらいたいんですけれども、それは一体何かというと、〇〇くん優しいねって言われた時に、〇〇ちゃんにだけ優しいんだよっていう風に言ってあげる。それだけでちょっとね、ドキってくるので、女性の方は。なので、あなたが特別だから僕は優しくしているんだよ、誰にもでも優しいわけじゃないからね、みたいなのを一言でね、表して、〇〇ちゃんにだけ〇〇ちゃんにだけねっていう風に言ってあげてください。では、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE のお友達を募集してます。本当に深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ、 LINE、 そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。ではここまでになります。ありがとうございました。